フリチョフ・バッケルグロンダールは、ノルウェーのピアニスト、作曲家、音楽教師。バッケルグロンダールはクリスチャニアに生まれた。父は指揮者、歌唱指導者のオラウス・アンドレアス・グロンダール。母はピアニストで作曲家のアガーテ・バッケルグロンダール、である。まず母から、音楽の手ほどきを受け、18歳で、コンサートデビューを飾った。ベルリン芸術大学に入学、エルン・ストルドルフの訓当を受ける。 他にエルンストフォンド・ホナーに、フランツ・クサバー・シャルベンカからも個人的に指導を受けていた。同郷の作曲家であり、母の友人でもあったエドバルド・グリーグのピアノ競争曲委担調に関しては詳細な研究を行った。1905年からドイツと周辺諸国をめぐる演奏旅行に赴き、1906年のアムステルダム、1907年のキールでは、 作曲者自身の指揮の下この作品を演奏している。また、同作品の演奏に際しては、ヨハンス・スベンセンとも共演している。1920年から1930年にかけては、イギリスに今日構えて、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで教鞭を取るとともに、コンサートを模してレパートリーであった自らの母や、クリーグなどのノルウェーの作品を演奏したほか、ベートーベン、ショパン、シューマン、 ブラームスらの楽曲を取り上げた。作曲家としてのバッケルグロンダールはピアノ商品や歌曲集を作曲した。わずかながらグリーグの序上小曲集の録音が残されている。また母の作品の録音も行っている。1959年73歳でオスロに没した。ありがとうございます。